はようございます、かっこいいギタリスト竹下敦史です、先ほどですね、コンビニエンスストアへ買い物に行きましたところ、道で、歩きタバコをね、してる青年がいたんですね。どうするのかなと思ったら、道のね、側溝のところにポイッと吸い、タバコを捨てまして、それ踏んでいたので、ちょっと君待ちたまえと、ここはね、私たちの町であって、汚してもらっては困るよと。で、ああすいませんって、まあ素直に言ってくれたんでね。じゃあその吸い殻ね、僕が処分してあげるからと言いましたら、本当に素直なんでしょうね。じゃあお願いしますと渡されまして、でも私も人がいいのか、その吸い殻を持って、自宅で処分しました。結構ね、最近の若い、子でね、タバコ吸う子多いんですよね。ただやはり私たちの世代はやっぱり禁煙がすごく、ブームで、私もね禁煙してますが、教える人がいないんじゃないかと思うんですよ、残念なことにね。きちっと携帯灰皿持ちましょうとかね、喫煙所でタバコ吸いましょうとか、そういったことをね、教えていければね、その子たちはねきちっと守るんだと思うんです。ですからね、私も少しずつね、そのように若者にね叱るんではなく、教えていきたいと思っております。それでは、今日はね、天気がいいんで、お布団を干したり洗濯をしたり、そんな一日にしたいと思います。それでは、かっこいいギタリスト竹下敦史でした。